山田さん、はい、目隠ししたままこのスパイク終わせてください。はい、どうぞ。はい、あー、はい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 、あー、はいはいはい、このアウトソールは、あー、もう、はい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 、あー、このアウトソール特徴的ね。このスタッドはこのくり抜かれとる感じと、あーあー、はいはい、このね、あー、これはもうあれだね、もうエクスライプロシリーズかアクロスプロシリーズのもうアウトソールだ。これはもうこれ簡単だぞこんなん。あーで、あ、これ分かったぞ、これ引っ掛けてくるやつ持ってきたな。これはこれは分かったぞ、これ。あー、このアッパーはもうエクスライプロのアッパーで、ちょっと待ってよ、こっからが大事、こっからが大事。お金、お願いします。これはおそらくカンガルーの定番モデルか、あの限定の人工威嚇のどっちかだと思うんだよね。で、このはこの触った感じの針だと、これはね人工っぽいんだよね。これ人工っぽいんだよな。あと人工のシューズは確かねプリント加工がされとるんだよな。って言って外したら恥ずかしいな、これは。あ、ステッチがちょっと多すぎて、ちょっとプリントの感じがちょっと伝わりにくいな。絶対エクスライプロなんだよな、これ。もうこれは間違いない。それは絶対間違いない。あとはもうアッパーとの戦いやな、これは。ちょっと待ってよ。何を今悩んでるんですか？いや、これね、エクスライプロなんだけど、エクスライプロ2だと、この中速部分のところに結構こう、ボコボコのちょっとこう、凹凸っていうか、があるんだけど、これそんな風にあんま感じないんだよな。ザラザラの感じがちょっと少ないんだよな。だけどなんか表面がちょっとこのグリップが強いっていうかね、それもあるからめっちゃ迷うな、これ。でもこれ引っ掛け取るぞ、これは確実に。これ引っ掛け取ると思うな、これ。これやっぱ分かった、これ絶対、これ人工威嚇の絶対やつだ、これは。もう絶対そう。これなんでかっていうと、あの、表面がやっぱ、なんか、X-Lite Pro 2は、もっと光沢があって、ちょっとこうね、なんで引っかかる感じ、触ってると。引っかかる感じなんだけど、これは、凹凸もない、そこまでないし、あの、ボコボコボコっていうのはないのと、あとは、このラインだけがこのちょっと引っかかる感じは、もうこれは分かりました。もう分かりましたよ。もう答えますよ。はい、これはアシックスの、DS ライト X ライプロのリミテッドですね、はい、あの白サックスネイビーのあの人工威嚇のタイプです。ファイナルアンサーいいですか？だってそうやって言われる、ほんとそういうのはね迷うんだって。だけどもう間違いないです、はい、もういいです、はい、それです、絶対それ。では目隠しを取ってください。あ、頼むぞ、もうこれ頼むぞ。うわーうわーうわー違うかー、あー、カンガルーこれはいかんわ。うーわ。まさかの、カンガルーと人工比較を見つけられなかったと。いやー、まあ、アシックスいい仕事しとるだよな。そうですね。そんだけ人工比較が、まあ、カンガルーに近いということが
証明されたんじゃないでしょうか。あうわこれはやられたマジで。うわこれね。うわーちくしょう。次頑張ります。